味噌ラーメンです。本日はとっても美味しい味噌ラーメン回っております。ぐる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 回っております。これで全体をね、ラーメンの全体を見ていただこうということでございます。はい、どうも、楽しみご飯の時間ですよ。今日はですね、はい、最近新宿にちょいちょい来ているギジマなんですけど、もうしばらくちょいちょい来てたのが、とりあえずこれでストップになるということで、まだラーメン屋さん行く予定です。もう今日、今ね、もう全然違うところ入って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 やってるもんですから、人通りが少ないとこ探して、また外観取り直しますけれども、味噌ラーメン、北海道の味噌ラーメンの味八、味八さん、味八さんかな、味八さんでした。味噌ラーメンの店で、味八、美味しい味噌ラーメン、味八さんでした。一番これかなと思う中で一番豪華なやつで食べていきたいと思います。今日もめちゃめちゃ楽しみです。行ってきます。北海道ラーメン味八さんでございます。新宿西口駅のすぐ近く、西口駅から徒歩本当に 2,3 分ぐらいじゃないでしょうか。さあ届きました。今回木島が注文したラーメンは、画面見ながら行きますね。画面見ながら、ラーメンなんだけど、豪快味噌ラーメンです。豪快味噌ラーメンです。チャーシューが、何枚乗ってたか忘れました。チャーシュー入り、そしてもう一種類乗った、ん忘れた、コーンが入っておった、海苔が入っておった、ネギが入っておった、あと何が入って、おや、おいしい、おいしい、そりゃそうでしょう。またラーメンの時の水もまたおいしい。なんだこれ、あ、これね、あれですよ、割り箸がしっかりと個包装されておるタイプの割り箸、この時期ですからね、気を使われておるんでしょう。爪楊枝は別で置いてあったりはしませんが、このチャーシュー、このチャーシューも味噌ラーメンとよく合う美味しいチャーシューでした。爪楊枝置いてないんですけど、なんだっけ今言ったの、その個包装されておる中に入っておるから、爪楊枝は1本もうそれで十分でございます。何が入ってたの、しまったらぐるぐる回ってるやつもう一回見直さないと思い出せないの。食べながら見りゃ分かるんですけどね。もちろん海苔も美味しそう。あ、そう、シナチク、メンマって言うんですか、シナチクって言うんですか、その使い分けについてはこちらもよく理解把握はしておりませんけれども、シナチクも美味しかったですよ。なんだろうね、でもね、本当になんつうんだろうね。でこれ今回ちょっと続けてあった新宿シリーズのこれ最後です。最後になります。何かって言いますと、これ言ってなかったと思うんだけどね、稽古だったんですよ。稽古してたので、稽古場が新宿だったもんですから、その近辺で、稽古前とか終わった、終わった後はなかったな、稽古前に、何軒かぐる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 回りました。これ好き、これが好きなの、これ結構好き、嫌だけど好き。ラーメンね、フーフーして見るとメガネが曇るの、なあ、もうこれもう毎回毎回面倒くさくて嫌なんだけれども、やっぱりね、ラーメン食べてんなって感じがして好きだったりするんだな。わけわかんないでしょうけどね、非常に好きですよ。まあこれ今回とりあえず声入れてみようかなと思ってやってはおるんですけれども、これまた、あ、そう、この卵だ、この卵、そうだごめんなさい、そうだった、この卵美味しかったな、卵良かったですよ、この卵美味しかった。なんだっけ、ん、あ、そう、声入れてみようと、ほらね、これ卵美味しいなと思ってた顔したでしょ、ほら、美味しいって言ったもん、今言ったんだよ。声入れてみようかなと思って試しに今やってはおるんですけれども、できればこういうことは本当はしたくないんですよね。その環境音じゃないですけど、そのラーメン屋さんの周り、これ僕たちが食べておる周りで鳴っておる音、そういうのも活かしたいというところ、すすったりしてフーフーしたりしている音、これも活かしたいっていうのがあるんですよね。でもね、どうしてもこの店内 BGM がかかってる場合、店内 BGM が強い場合、これね、どうしても今までやっておるのは、後からこの音楽とかをね、ジェガ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 上からかぶせて戦わせて互角ぐらいにしとくと、これ著作権の問題なんですよ。著作権の問題で互角ぐらいにして進めて、わかめ書いてた、わかめ書いてた、これわかめも好きだな、僕は好きなんですよ。なんだっけ、そう、
互角ぐらいにして、もしくは後から乗っける BGM 胡椒、胡椒です、胡椒をかけました。でこの後ラー油もかけるでしょう、確かそうです、ラー油もかけました。これでまたパンチ力増して美味しくなりました。で間違って割り箸にまでラー油をべっとり割り箸まで味付けしてしまった。しまったな、これやっちゃった。まだ気づいてないですね、気づいてないんです。これ持って食べ出すときに、食べ出すときにこれ持ってラー油が指についたんだ。でもね、もうそんなことはもうお構いなし、最後まで食べきる。今気づいた、今気づいたんです確か。もうとりあえず最後まで食べきってから処理しようということになってたと思います。それで食べていった。なんだっけ、そうそうそう、 BGM 戦わせて、そう、 BGM 著作権の著作権の問題でそうやってるんですけども、やっぱそれもそういうのが分かっておるんですよ。分かっておるのうるさすぎるっていうのは、岸間も分かってはおるんですよ。岸間もこれちょっと嫌だなと思うんですよ、思うんですけど、かといってじゃあ全部音を消すのかと、無音でやるのか、そういうわけにもいかないでしょ。でじゃあその無音っていうのは、そのすすってる食べてる音をなくすのかってことですよ。後からなんだっけ、あれ入れろとか、その字幕入れろとかいうご意見もいただきます。でも字幕入れるにしても、その音はね、戦わせなきゃいけないわけですよ。店内 BGM 実際の生の音を下げて、で BGM 後からかぶせて、でそれもあれだしな、それにそんなね、木島がですよ、そんなどん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 動画クリエイターでもない鷹の子のね、ハゲて太ってチビでデブなメガネのおじさんがさ、 YouTuber みたいになっちゃってもね、そんな YouTuber みたいになっちゃってもさ、いかんだろうと、ずっとねこの感じでやってきてるんですよ、木島。ずっとこの子ね、この何やってんだお前はと、何年も何年もかけてこんな、まだそんなして、本当に進化も進歩、進化が進歩、進化も進歩もないねと、おしゃれとるでございますか。そうね、まあまあできない、編集できないっていうのもありますよ、編集できないっていうのもあるんですけど、なんかね照れくさいっていうかさ、なんか照れくさいというか、木島には合わないでしょっていう。でも、ね、それはね嫌だってことじゃないですよ、素敵だ、みんな素敵だと思いますよ。皆さんの編集の仕方とか、YouTuber さんたちの動画のバーンとビーン、まあ、もう本当に面白いと思う。やっぱこういうのが見やすいって言ってみんなが見るっていうのはよくわかるわなと、よくわかるわと思うんですよ。よくそれはわかる、まあ、できないんだな、できない、まあ、結果できないってことです。いじめできないから、まあ、その人は、うん、あと、まあ、白髪がね、ヒゲの白髪が目立ってきた、ヒゲの白髪が目立ってきたんで、そろそろこれ染めんといかんわなと、染めんといかんでしょ木島くん、右のヒゲ、左のヒゲ、下のヒゲ、ね、染めなきゃいかんだろうなというのを思っているところなんですけど、まあ、その編集というか、その音とかの問題の話でいうと、今回はだからこれは元のラーメン屋さんの音をちょっと下げて、で僕がいつも外食で使ってるこのチャンチャンチャカチャカの音をかぶせて、でさらにこの録音をしておるんですけども、ちょっとねもう試してみようかなと思って、まあ、他のあれで買ったっていうのもあるんですけど、マイク買いました。マイクなんだ、ピンマイク録音するやつ、そうちょっと一回やってみようかなと思って、この外食の時になるべくなら BGM かかってないお店が一番それ撮るね、この動画を撮るねベストなんですけども、どうしてももうその音楽がかかっているお店の方が多いから、もう多いですから、もうどうしたって、まあ、そういうとこ行った時にもうね、いいですよって心よくどうぞどうぞ食べてください、撮影してください、宣伝してくださいっておっしゃってくださるラーメン屋さんも多いですから、本当にありがたいことにね、そういう時にのためにマイクをちょっと使って、このピンマイクとね、胸元にでもね、それ耳につけちゃ音拾わんでしょうからな、それ音拾わんでしょうからね、耳じゃなくてちゃんと胸元につけて、まあ冬はまだいいでしょうけど、夏はもうべっちょんこべっちょんこなっちゃうな僕の場合は、まあ、内側から通していくでしょ、腰のところからお腹のところ通ってね、そういう風になるんだよ、背中ってやるって背中ね、低下高で回らないからってもう固まってきて肩が、そうなってできないだろうから、それやっぱ背中、お腹の方からやるんだから、まあ、ちょっと試しにくない、もうこの冬の寒くなってくる時期に合わせてそれでやってみようと思ってますよ、そのマイクを使ってみて、で全体の音は下げても大丈夫で、そのマイクの音だけ使うのかとか、まあ、ちょっとやってみないと分かんないですけどね、
そういうのもやってみようと思ってるで、このね味噌ラーメンは、ラーメンはもう何でもですけど、食べ物は何でもです。食べたらね、こうどうしても 体温が上がるんだな、木島君は。木島、まあみんななのかな、木島特にそうなんですけれども、ラーメンは上がる、汁に汁物が、そしてこの味噌ラーメンはね、その中でも特に体温が上がるね。体温がもうポッカポカ、あったかくなっちゃったね。もうそれいいことなの、嬉しいことなんですよ、嬉しいこと。ほらほら、もう鼻で垂れてくるのよ、体温上がるから。であと蒸気もあるんでしょうね、蒸気が、ね、湯気、こう食べてるうちにこのあったかい汁のところに顔を持ってくじゃないの。顔を持ってたその汁の、あのなんだろうな、湯気をさ、なんだろうな湯気を吸ってさ、それでご体温が上がるんでしょうな。あ、もやしも入ってた、もやし、そうそう、このもや味噌ラーメンのね、このなんちゅうんですか、このなんだ、あの炒めてポンって乗っけてる時とか、こういう感じの野菜が乗ってるあの感じ、キャベツとかさ、あ、美味しいよね、美味しいよね。もちろん僕は家系でラーメン大好きですよ。でも塩ラーメンも好きだ、醤油も好き、醤油も好きだよ、醤油も好き、味噌もまあ何でも好きなんだな、まあ、正直言うと好きなんだ。でやっぱりその日、あ、今日は味噌食べたいな、今日醤油食べたいな、今日塩食べたいなと思って、そういうお店に入ってるから、やっぱり今食べたい、その時食べたいものをその選んで、一番食べたいものを選んで入ってるわけですからね。それは美味しいって感じますよ、本当に。これ開発した人偉いね、あの今の偉い目の話はレンゲの話、あのここだらけの味噌ラーメンでばっかり、担々麺か味噌ラーメンでぐらいしか、ね、使うことはない、見ることはないレンゲですけど、あのあのここだらけのやつ、あれこれ本当便利だね、無駄なく。で汁は全部飲みたくないという方もたくさんいらっしゃいますから、木島のように簡易するタイプじゃない人もたくさんいらっしゃいますからね。そうすると中の具を無駄なく食べるのはやっぱあのこのサジアレンゲですよ、素晴らしいと。でこれそうそう、これここいつも思うんだけどね、これがすっごい恥ずかしいの、この丼でさ汁飲んで、これっていうかその汁をググって飲んだ時に、この丼の下から下唇が見える、このシーン、この瞬間がね、もう一番恥ずかしい。これもう前々から言ってますけど、すごい恥ずかしいね、これ嫌なんだよな。でもかつここだけモザイクかかってたらなんかおかしな話でしょ、なんかあっちに入れ墨入れたんじゃないか、木島みたいになっても、それおかしいですから。そんな風にね、下ちょうど下唇の裏側でこう上向いた時しか見えないところに、なんか入れ墨入れたんじゃないか、変なマークとか思われても嫌だから、そんなモザイクかけたりしないですけど、あの丼の下から見える下唇はなんかすごい恥ずかしいね、照れくさい、なんかチブチブ、全身チブみたいなもんですけど、確かに木島は全身チブみたいなもんですけれども、チブ感強いな、丼の下から見える下唇がもうチブ感が強くて、ちょっとこっぱずかしい、そういう感じですよ、本当に。そんなでも致し方ない、こういうことやってるわけですから、動画撮っていいですかって動画、あ、そう、毎回ね、必ずもうね、あら多いけども、あのちゃんと許可いただいてますからね、もう勝手にやることなんてないんですから、これ本当ですよ、そう、当たり前じゃない、勝手にやってたら俺何やってるんですかって、出てきてくださいって、お金払って食べてるのに一口食べてるだけで出てきなんて言われたら、こっちだってもう悲しくなっちゃうからね。そんなことにならないように、必ず入店前って言ったらおかしいな、入店入って、あの注文前か、まず店員さんにお伺いする、もうあのお伺いする前にまず電話で、あのっていう時もあります、メールでっていう時もあります。突撃してみて行って、ちょうど用事のところで、あのよろしいでしょうかって、あのお伺い立てて、あ、いいですよ、どうぞどうぞっておっしゃってくださったお店で、店舗さんでしか僕はこんなことって、その撮影、この動画撮ることはしてませんから、もうそれは本当に信じてるんですよ、これ嘘つかないです。あ、食べ終わりました、とっても美味しかったですよ、はい、いや美味しかったですね。味噌はね、やっぱ体あったまるね、何だもんだったんだ、メニューの名前忘れちゃったんだよね、これ爆盛り味噌ラーメンだったかな、爆盛り味噌ラーメンだったと思うんですけど、メンマやらもやしやら、まあ、もちろん美味しいんですけど、チャーシューも美味しかったんですよ、美味しかったんですけど、何が美味しいって卵ですね、ほらやっぱり、そう、卵が非常に美味しかった。これこのタイプの、あのトリントリになりすぎないあのタイプのあの感じのね、卵で、これはなんかちょっと久しぶりじゃないですか、ここまで美味しいのはって思うぐらい美味しかったです。アジハチさん、あ、呼び方当たってましたね、新宿西口駅ですよね、もうすぐ近く、味噌ラーメン、札幌、北海道の味噌ラーメンの、アジハチさん、今日もとっても美味しかったです、ごちそうさまでした、また明日、今日もとっても美味しかったです、また明日、本日の夜の動画、
そして明日のお昼の動画、そして明日の夜の動画、あさってしあさってと末永く木島春樹夜の山学校をよろしくお願いいたします。今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。